今日はモロッコインゲンでごま和えを作っていくわよ。でもモロッコインゲンって何？実はインゲンの一種です。大きく平たいインゲン、正式名はヒラサヤインゲンって言うんです。あれあれ、サメツーさん、インゲン大きくも平たくもないけど。大きくなるまでにお父様が畑から早めに取ってきたですって。なるほど。材料はそのインゲンと煎りごま、砂糖、めんつゆ、これだけです。いつものようにシンプルね。まずはインゲンのヘタと筋を取って。今日は若いから筋はあんまりなさそうね。そう、全部取るのよ。準備ができたら塩茹でしていくわよ。お湯が沸いたらインゲン入れて約2分。茹で上がったら冷水にとりましょう。これで色が鮮やかになるの。豆を適当な大きさに切って、次はごまをすって、チャメツーさん、もう手慣れたものね。砂糖大さじ1/2、めんつゆ大さじ1を混ぜたら、豆を入れて和えるだけ。あとは小鉢に盛り付けましょう。チャメツーさん、今日もよくできましたね。ちょっと一品欲しい時には今日の料理はぴったりでしょ。